すごいですね。迫力が。それでは明府新影流二代目宗家の、大塚康幸さんに今日はインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。まず、明府新影流とはというご質問をちょっとさせていただきたいんですけれども、手裏剣術とその他、粉道具祭術と、はい、こう手の中に隠せるような小さい武器を主に扱う、古流の武術ですね。はい、はい、じゃあ主に、手裏剣、はい、主なものは手裏剣になります。はい、僕たちがよく知ってるような手裏剣、十字手裏剣のようなのが一般的なのかなとちょっと思っちゃうんですけれども、こちらで使うのは十字手裏剣ではないんですか？はい、刀流儀では十字手裏剣は取り扱いません。大体十字手裏剣そのものが忍者の武器というのが、もうあれがテレビ映画の、ね、はい、演出ですから、あまり信憑性はないんですね。うん、あ、そうなんです。じゃあよく、使うものというと、いわゆる棒手裏剣という、はい、棒手裏剣、こういうふうにいろいろ形がありますけども、これら全て刀から始まってます。はい、手裏剣術の最初というのは刀を相手に向かって思わず投げつけてしまうところから始まったもので、その刀をだんだん小さく投げやすく、改良していったのが手裏剣、こうした武器ですね。うん、投げ方なんか名前とかあるんですか？普通僕らがああいう投げ方が正面打ち。正面打ち。はい、正面打ち、逆打ち、下手打ち、座って打てばこれが座打ち。寝転んで打つ場合もあります。それは寝打ちと言います。なるほど。鎖がついているものは何でしょうか？粉道鎖ね。それをちょっとご説明します。70センチ程度の鎖の両端に片方はリング、片方には重りがついて、この輪の中に小指を入れて、で畳んでしまうと手の中に隠れてしまって見えない。この隠した状態から突然こう相手を襲うわけですね。なるほど。こんな具合です。それは怖いですね。はい、粉道も手裏剣もどちらも隠してこその武器なんですね。相手に存在を見せない、見せない。で、また隠すことがたやすいようにできている、そういう武器ですね。こういう隠し武器のことを隠剣、隠す剣と書いて隠剣という風に。ですから手裏剣術のことを隠剣術と呼ぶこともできます。考えていたら打てないです。こう打ってやろうとか、きれいに打ってやろうとか、余計なことを考えてたらできないですから、全部忘れた時に気持ちのいい打ち込みができますね。はい、分かりました。ありがとうございました。本日はですね、明府新影流二代目宗家の大塚康幸さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。